こんにちは、ヤヒロです。今回はヤヒロも改善したいフォアハンドの最終的な左腕の動きっていうテーマで、お話をしていきます。今ですね、フォアハンド、自分でこう映像を撮影しながら、もしくは撮影せずにも、練習してるって方いると思うんですけども、そういう方で僕が目指していただきたい最終地点っていうのは、ここだよっていう話をしていこうと思います。これはですね、なんで僕がじゃあ今まで言わなかったかっていうと、僕もやりたいんですけど、試合になるとまだなかなかできないっていうところだったので、ずっと伏せていました。ちょっとそこをちょっとしたところなんだけどすごい大事なところをお話していこうと思うので、ぜひ参考にしていただければと思います。フォアハンドの左腕、今のところ言ってるのは、まずはこれをやってくださいね、まずはって言ってる状態です。まずはっていうのは、じゃあちょっと見ていただいて、両手でターンしました、テイクバック完了しました、この時に左手が伸びてるとして、この伸びた後、できる限り左手を伸ばして、両腕が伸びてる間にラケットを触ってこっちで終われるかなっていうような、こういう感じの左腕をベースとして伝えてるんですけども、これはあくまでも、まずはこれをやってほしいっていうのは、安定させたいなとか、コントロールしやすくしたいな、怪我をしたくないなとか、そういう方はいると思うのでというか、まずはちょっとそこを目指していただきたいので、そこができるようになった方っていうのが次のステージに上がるためにどうするかというところで、こういう左手をやっていただきたいんです。ちょっと番号言います。両手でターンしました、テイクバック完了しました、この後から変わります。これ1番、2番、今まで3番、4番、5番って感じでした。じゃあ僕がやってほしい、最終的にやってほしいの、1、2、3、4、5、何が違ったか分かりますか？1番同じ、2番同じ、3番変わります。いつものように右腕は、ドッグパッドで、近づけるような感じでいきたいんですけど、その時に、左腕落ちていきます。その後4、この時、右の肩がこういう状態、ここから内旋して、左腕内旋して、この体と腕でこの字、カタカナのこのようなこういう状態を作りました。1、2、3から4で、そこからいつもの5っていう状態です。こういう左手をできるようにしたいです。これは実際には右の前腕をちょっと使う動きなんですけども、ちょっといつもの動きと、そうじゃない動きの、違いを見れれば、後ろから見せるのと前からの処理を見せるんです。ベースはまずは、ミスしないでね、コントロールできるようにね、怪我しないようにねっていうところで、左手を残しておいて、この時にこの字を、3番の時に左腕と右腕とラケットでこの字、カタカナのコみたいな、こういう状態です。こういう状態作れるかな、でそこからキャッチできるかななんですけど、最終的にはこういう状態にしたい。今当たってないんですけど、丁寧にちょっと動きの違いを見れる。ただ後ろから見るとちょっと左腕なんで分かりづらいので、ラストいきます。正面からですね、正面から見せたときにどう違うのか、ちょっと意味はあるんですけど後で作ります。まずはベースの方、最終的にやってほしい方はこういう状態になります。これですね、ちょっと一応ちらっと意味というか、まずですね、じゃあベースの方の意味を先に伝えると、左腕を高く、こう
コート右に残していることによって何がいいところっていろいろあるんですけども、まあ、まずは体の開きを抑えれるよね。左手がいなくなってすぐ体開いちゃう方も結構多いと思うので、左手が残ってるから体の向きが固定されてる状態、固定ではないから、実際にはちょっとこう左腕をあの中心じゃないか左腕を残して体が少し回るんで完全固定されるわけじゃないんですけど、開きすぎを抑えることができる。あとはまあ、前かがみを防げるか、こっちですとして左腕をコートの右に伸ばしてるからこうやって踏み込んじゃうのがやりにくい。左手を出そうする人とか前かがみになってしまう方が多いので、それによって開きすぎ、前かがみによって二度引きをしてしまう方が多いので、こうなっちまうな多いので、そうならないために左手を残しておくと二度引きしにくいよねっていう状態でした。なんですけど、この左手をこうしたい理由っていうのはざっくり言うとパワーですね。両方の腕をちょっとこういうふうにこう回すと 何が起きるかって、今両方の腕を天体ショーに回旋してます。こっちが内の時こっちが外、逆にこっちが内の時はこっちが外みたいな反対回しすると何が起きるかというと、股関節と胸椎が回旋しやすいんですよ。要は体を回しやすい。足の向きは変えてないんだけど腰の向き、胸の向き、肩の動きによって回転しやすい。これが今から打球をしたいっていう時に体の回転をきれいにさせてくれるんですよ。で逆にじゃあ間違いは何かっていうと、じゃあどっちも外回しどっちも内回しのようにこう対照的に回旋させてしまうと、これで体を回転させるってやりにくいですね。やってみるとすぐ分かると思うんで、こうすると体は回りやすいんだけどこうすると回りにくい。これは体 の動きを抑える。なんで、この時に打つ時に両方の肩を外旋させると体の回転を抑えれるんで体の開きを抑えやすい。だけどその逆でこっちを内旋、こっち外旋のような反対回しすると体がきれいに回転させやすい。体を回転させた時にバランスがいいっていう状態になります。体を回転させた時にバランスがいい状態になるので、この左腕を最終的には皆さんにはやっていただきたいかなと思います。なんですけどやってほしいんですけど、なんで言わなかったかというと、改めて言うと僕が試合の時にどうしてもそれがやりたいんだけど、まだなんかねそこが自然とは出ないというか意識しないと出ないような感じだったので、僕がじゃあ試合の時はどうなってるかというと、実際には今やった 1,2,3,4,5 ってしたいんだけどなってしまうのが 1,2,3,4 本当はこっちなんだけどこっちになってしまうっていう現象が結構起きる。左手で早くキャッチしないと思ってこの外旋になっちゃう左手が起きちゃうので、本当はこう行くのかこう行くのかっていう違いなんですけど、これはね結構僕も、まあ、悩みというか僕がずっと好きだったレイトン・ヒューイット選手はどんな感じだったか、こういう構えからまさにこういうふうに打つような、まあノバク・ジョコビッチ選手も同じかな、こうなるような感じなんですよ。ではなくこっちにしたい、こっちにしたいので、まあ、この左腕っていうのは、ぜひチャレンジしてみてほしいかなと思うんですけど、いきなりこれをすると皆さんの元々の打ち方にその左腕が入ってくるので、いろんな、なんか、なんですね、まあ、全然違う方向に進む可能性があります。なので、まずは、こっちを練習した後、この動きが分かった。この時は、左手固定してていいって言ってるんで、右手のことばっかり考えていいってことです。で、右手の動きが分かってきたら、その右手にこの左手を合わせるんだなってできれば。打ち方を正してない人は、あ、この左手すればいいんだと思って、二度引きしてこの左手を使ったりする可能性があるので、まずは右腕に集中して練習していただいて、それにその右手に合う左手っていうのを、やってみていただけると
いいかなと思います、はい、そんな話で今回はちょっと難しいというか、言うのは簡単なんですけど実際にこうやってみてくださいねってなった時にいろんな間違いがあるんで、そのいろんな間違いっていうのは、今後どんどん出していこうと思います、はい、とりあえず今回は紹介でした。こういう感じの向きで切るからこうじゃサーブもありますよ。こういう感じこういう感じ、はい、似たような左手があるので、ぜひ皆さんも参考にしていただければと思います、はい、参考になった方はいいねとコメントと、チャンネル登録の方ぜひよろしくします、毎度言ってますが申し訳ありません、2023年、目標は、チャンネル登録者1万人ということで頑張っていますので、ぜひ応援の方よろしくします。そんな感じで、今回の動画終わります。あ、毎朝、4時に、ボイシーの方も更新しておりので、皆さんのコメントはボイシーの方で返しております、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いします。そんな感じで終わります、また次の放送じゃない、動画で、お会いしましょう。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました、今ですね毎月いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはたくさん悩んでいる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せているので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、分かんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。